被前国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、西海道に属する、現在の佐賀県と長崎県にあたる、国江図、京町、商法、玄禄天保家国、後の声国の分割によって7世紀末までに成立した。被後国が俗に本気に初めて見える自童天皇10年までのどの時点かに、 非全国と非五国との分割があったと推定される。以後、奈良、平安時代は非全国と呼ばれた。非全国風土器は全国で5つだけのほぼ完全な形で残る風土器の一つである。室町時代末期にポルトガル、スペインの宣教師が相次いで来訪してからは西洋の窓口の一つとなり天正少年施設団を出すなどした。国府は イロハアザル衣装によると、佐賀郡にあった。現在の佐賀県佐賀市山和町相座にあった。8世紀前半に造営され、そのまま移転せずに規模を変化させているが、10世紀に入ると急速に縮小していく。1975年から1984年までの発掘で成長などの遺跡が発見された。内陸にある国府に通じる構図が、 現在の佐賀市諸ミ町大津にあったと推定される。現在、葬座の国庁跡は、加瀬川沿い、大津は筑後川沿いにあって、直接通じていないが、古代は、加瀬川の流路が異なり、両地点が周運で結ばれていた可能性がある。なお、駅林本の節洋集では、小木群に、ふと、記載がある。最も社格が高いのは、田島座神社であるが、 一宮にはなっていない。一宮は中世以降、上記の二社が一宮を主張し平立した。二宮以下は不詳であるが、天山社、天山神社が三宮とされることがある。矢印の右側は、近代以降の軍明及び氏名鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の大名。ありがとうございます。